ルイーセア、ダンマークは、デンマークの王族、デンマーク王女。デンマーク王フレゼリク8世の長女で、シャウムブルクリッペ公師、フリードリヒの妻。全名は、ルイーセ、カロリーネ・ヨセフィーネ・ソフィーエ・テューラ・オルガ。フレゼリク8世とその妻で、スウェーデン王カール15世の娘であるロビーサの、間の、第三子、長女として、あまり遠方宮殿で生まれた。 1896年5月5日、シャウムブルクリッペ工芸オールクビルヘルムの孫息子で、ボヘミアのナーホトの領主であるフリードリヒと結婚した。しかし結婚生活は非常に不幸で、ルイーセは実家のデンマーク宮廷に長期滞在をして過ごすことが多かった。1906年に髄膜炎を発症して数週間後、 脳内の炎症が原因で休止したと発表されたが、実際には自殺を試みて、夫の領地ラティボリッツの湖に身を沈めようとし、そのせいで引いた風をこじらせて死んだという。なお、同日に同じラティボジセ城において、義父のビルヘルムも死去している。夫は1909年にアンハルト公女、アントイネッテと再婚した。 ありがとうございます。